こえてますか。どうでしょうか。こんばんは。皆さんこんばんは。1月16日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CG FM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。王子ですね。あ、それより皆さん、王子の声聞こえてますか。あら、ますかね。うん、あ、聞こえてる。よかったよかった。ですね、王子ですね、3日ぐらい前からね、物もらいがね、ちょっと左目にね、出かけててね、目やには出るしね、ちょっとね、見にくくてね、朝起きたら本当目開かないんだよね。目薬バチバチさせております。滑り王子マスクマンでございます。はい。なんかオープニングからいつも の飛行機の音がないとどうも調子が出ないなと思いながら、うん、まあでもとりあえず音声届いててよかったです。味噌煮込みスキーと、すいません、ちょっとトラブルありましてうん、今ちょっと原因がわからないです。ダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします、今夜のテーマは中華料理。今週のテーマは中華料理です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 宜野湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM 宜野湾で検索してください。ゲストコーナーあります。本日の電話ゲストは台湾先麺線店主佐久間翔さんになります。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー、名古屋と台湾のお話をします。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。
リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、 またはコンビニ社労士で検索。キウナ小屋、音声戻ってきました ね、ちょっと失礼いたしました。あのポン出しのスマホがフリーズしました、ね、最初ね、あの BGM 流れないからさ、あの王子にあのハミングしなさいってダンサーズ言ってるのかなと思って、まあうん、バックアップ機で今対応してます。よかったよかった。高本さんがね、はい、飛行機は離陸待ちだからではって、あーとか言わない。でシュプリームさんね、あの窓の外は吹雪でよく冷えていますよって。冷えてる。でもね、今日名古屋むちゃくちゃ寒いよ ね。で高本さん、うん、泡をつけてないからでは王子って。まあまあまあ、ね、ヤンポーさんもね、チカリトンドーって、あーそうか、これはあの埼玉の郷さんのモノもらい王子から入ってた。あのお疲れなんだね。え、あの名古屋だけかな、あの綿棒って言いますよね。あ、綿棒って言うけど、ね、あれなんだろう、モノもらいのことね。ダンサー知らないですか、方言かな。あの放送禁止用語になっちゃうのね。あ、そうなの、うん、あ、そうなのね、うん、いや失礼いたしました。失礼しました。いけませんね、じゃあ、はい、があるので、はい、あ、なるほどなるほど、うん、沖縄 T シャツパパヤさん、今夜も元気にこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、うん、あ、沖縄大工さん BGM 聞こえたということでありがとうございます。失礼いたしました。はい、失礼しました。じゃあメール、はい、メールご紹介します。ヤンポーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、俺を呼んだ。え、本名から中華って呼ばれていたけど、というのは冗談で、中華はインスタントラーメンも入るよね。ラジオ沖縄の番組マイタイのコーナーで、ヤクルトと私でヤクルトの即席麺が当選しました。俺の義理の兄がヤクルト社員だったので当選することになったはずだよ。それではバイバイ。そうなの、うん、ギャラクシースマートフォンから送信。あ、でもあれかな、あの忖度あったの。おう、え、そうなの、そうなの、そういうのあまり関係なくない、関係ないよね普通はね、うん、でもね、ラジオ局の方がね、お兄さんがヤクルト社員ってことを私多分知らないよね、うん、そこまで知らないと思いますよ、ね、うん、でも、まあ、逆に社員だとダメだとかいうこともありますよね、うん、そうそう、うんうん、そうですよ ね、うん、っていうかね、これ一番面白いなと思ったのは、はい、このヤンポーさんのね、本名がね、からあの中華って呼ばれてたらしいですね。だから今このね、今日のテーマの、うん、中華料理の中華と引っ掛けたんでしょうね。だからあのヤンポーさんはあれなの、あの普段お友達からじゃあ中華中華って呼ばれてたっていうことなんでしょうね。え、なんでぶっちゃったの。ということでございます。はい、メール紹介もしますよ。はい、はい、ジョージさんからです。ありがとうございます。王子、ダンサーズさん、味噌煮込みさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。そして遅ればせながら今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小さい頃、あの中華料理店の回るテーブルが憧れで、親に連れてってとよくせがんだことを思い出します。大人になった今でも、あのテーブルがある中華料理店に来るとテンションが上がります。コロナ以降廃れつつあると聞きますが、本格中華のシンボルである回るテーブル、ぜひとも残ってほしいですね、ということです。そうですね。でもね、あの回るテーブルがあるところってちょっと高級なところじゃないですか。そうですよね。ですよね。高級なところ、ね、本当にそうです、そうです、ね、なかなか一般のところはね、うん、あの見かけないですもんね。
あ、うん、いや、どうでしょうね。あ、でもそうね、やっぱりどっちかというと高級なお店の方が多いかもですね。ちょっとそんな感じのね、気がしますね。そうですね、はい、はいはい、続いてですね、はい、あらまあ、これは私の介護をやっていただける方ですね。 お三人様こんばんは、ラジオネームみなこです。ありがとうございます。ありがとうございます、テーマ中華料理といえば、私が結婚前に私と両親や家族や相手側の両親や家族との顔合わせは高級ではなくリーズナブルな中華料理屋のコースを食べながらでした。私の姉が店を選んでいて、相手側の両親や家族は美味しいと喜んでいました。普通にスラックスにポロシャツ姿で行けたお店だったので、両家とも気軽に話も盛り上がっていました。チャタンにありましたが、今はその店はどこに行ったのかな。すごく美味しかったし、お客がたくさんいたんですということでございます。でもあれ、もう今はもうチャタンにお店がないってことなのかな、うん、そうするとね。でも中華料理ね、あのかしこまって食べるってあんまり感じしないですもんね。スーツ着てって気があんまりないですけど、いや高級な中華料理店はちゃんとした格好で行きますけどね、うん、だって王子そんなあの高級中華料理行ったことないもん。うん、はい、ということで、はい、はいはい、CM の後は、はい、CM の後は、佐久間さん登場です。はい、はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.5kg まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢やは、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。はい、電話ゲストコーナーです。本日は、東京都新宿区で、台湾先麺線さん のお店で、経営されています、佐久間翔さんです。こんばんは。はい、どうもこんばんは。こんばんは、佐久間です。どうもご無沙汰しております。こんばんは、ご無沙汰してます。改めまして、自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。はい、私は東京の西新宿にあります台湾先麺線という、台湾の麺線というですね、麺料理の専門店を、やっております、佐久間翔と申します。はい、で、はい、ありがとうございます。はい、私は10月にですね、お邪魔させていただきまして、はいはい、でいろいろ先麺線さんの料理いただいておりまして、いつもですね、本当にありがとうございます。いつもですね、本当に麺料理いつも美味しくいただいております。
ありがとうございます。嬉しいです。本当にですね、最近私台湾にはお邪魔してないんですけども、本当に麺を食べますと本当に台湾の屋台を思い出す味でして、なんかですね、すごくなんか懐かしいっていうことじゃないんですけど、懐かしく感じるんですよ。で、なんか懐かしくてたまらないなというふうに思いながらいつもいただいてるんです。ありがとうございます。なんか嬉しいです。で、実は私も台湾の方は何度かお邪魔してるんですけども、佐久間さんもこれも分かる範囲で結構なんですけども、台湾は通算何回ぐらい行かれてますか？何回ぐらいですかね。50回は間違いなく行ってると思いますね。まあ、はい、多分数えきれないんじゃないかなと思うんですけども、そうなんですか。主に台湾にの料理っていうのを言いますと、この麺料理の他に代表的なものっていうのはどういったものになりますか？そうですね、台湾の代表的なご飯っていうと、例えば今よく朝ごはんで皆さんよく召し上がってる、鮮豆醤っていう豆乳のスープですね。あれだったりとか、あとは、ビーフン、台湾のビーフンだとかですね、あとは牛肉麺とか、比較的そうですね、こう麺類とか主食系がやっぱり代表的なものが多いのかなっていう印象はありますね。そうなんですね。いや本当ですね、私もですね、朝食の豆乳ですか、豆乳に揚げパンをつけて食べるものだと思いますね。美味しいですよね。ああいったところがですね、本当台湾僕大好きでして、実はですね、この豆乳とその揚げパンについてもですね、今隣にいるものがですね、大変詳しいですので。詳しくないよ。ります。その無茶ぶりやめてください。ご無沙汰しております。めっちゃ無茶ぶりされてますね。ご無沙汰しております、佐久間さん。どうも、ミシャニグミシさん、どうも、どうも、こんにちは、はい、ご無沙汰してます。今日ありがとうございます。ラジオでもよくお聞きしておりますけれどもね、某くもじのラジオでも。そうですね。麺線屋の翔ちゃんでよろしいですかね。はい、ラジオネームは麺線屋の翔ちゃんでございます。はい、はい、ありがとうございます。あともう一つですね、ちょっと一番先に言いたかったことがありましてですね、はい、那覇マラソンの完走おめでとうございます。ありがとうございます。ね、なんか初めて挑戦されて。そうなんですよ。完走されたということで。はい、初マラソンですね、今回が。初マラソンで、まさか自分がマラソンを走るなんて思ってもなかったんで。初マラソンでフルマラソンで完走ってすごいですね。やっぱ推しの力ってすごいですね、やっぱりね。もしかして推しの力というのは。まあ、もうもちろん。タイガさんですか。くるぶしの方。はい、そうなんですね。いやー本当にね、そのパワーで完走ということで、はい、そうですね。この番組今ね、このキユ名古屋もね、くもじのリスナーさんも、もちろん西町のリスナーさんもいらっしゃるんで、でもしかしたらラジオネームを聞いて、はい、あっと思われた方がいらっしゃるかもですね。あ、嬉しいですね。実際にお店にお邪魔してですね、新宿のお店に、はい、いただきましたけれども、麺線を本当になんかスパイスというかね、香辛料が台湾の香辛料なんですね。そうですね、うん、なんかどっかな台湾の味もあって、で、なんか日本人にもなんか食べたことあるような味だなっていう、多分そういう感覚だったんじゃないかなと思うんですけど。ですね、本当にね、他に麺線の他にもですね、ね、ルーローハンとか、はい、あります。鶏の方は何ですか？ジローハン。あ、ジローハンですね。はい、鶏ご飯ですね。はい、ね、もうそちらもね、美味しくて、しかもね、ランチタイムはセットになってるんですよね。そうです。ね、セットでこういただけるということで。はい。
嬉しいですね。でも結構、ね、あのお邪魔しましたけれども、ね、結構お昼行列ですね、お店。お昼ありが本当ありがたいことなんですけど、そうですね、あの皆さん特に寒い今日とかと結構東京寒いんですけど、風ビュービューでなんかそういう時でも、はい、あの皆さんあったかいものが欲しくなってそれで食べに来てくださるんで本当すごい嬉しいですね。本当ですね、うん、あのねやっぱりねこう寒い時にはねこのちょっと、ね、あったかい麺線も合いますよね。ね本当そうですね。あであの先日なんか沖縄じゃなかったあの台湾そうそう沖縄もマラソンの後にねあのまた麺線をこうお店でなんか曲がりして営業されたということで。はいそうです、ね、あの首里にあるあのお菓子屋さんを一角をちょっと曲がりしてお菓子屋さんの一角だったんですねあれは。そうですね洋菓子屋さんの一角で、本格的なそうですそうです、ね、料理をねあの沖縄の皆様にも食べていただいたということで。はいそうですね、そしてですねあの先日は、はい、実際にまた台湾でねまたいろいろ麺線の食べ歩きをされて本当に研究もたくさんされてるんですね。そうですねやっぱ台湾に行くとどうしてもあそこの麺線行ってみたい、はい、あそこ行ってみたいとかやっぱりそういうのがいっぱい出てくるんで、いろんなお店のところをね食べ歩いてっていうことですよね。はい、でも本当に台湾も私もねあのまあコロナ禍になる前までちょっと何回かお邪魔したことがあるんですけれども本当に胃袋が足りないですよね。いや本当に一日何食食べてるんですかね。もう朝も2回ぐらい食べて、ずっと食べてますよ。あそうですねやっぱりねいろいろこうお店によっても味が違ったりするんですよねやっぱり。もう全然違いますね、またちょっとこの味新しい感覚だなとか思ったりまたお店のね今のお店のところに取り入れたりとかねそういうこともあるんでしょうね。ありますね。他になんかおすすめの、料理麺線さんでありますか。お料理おすすめの、お店で新宿のお店で。はいお店で作ってるまあ、メニューの中で、はい、ただ今、お昼はないんですけど、はい、夜のメニューで、はい、大体皆さんいらっしゃって必ず頼まれるのが大根餅ですね。あ大根餅ですね。大根餅はい、たまたまねちょっとあるものが品切れしてちょっといただいたね先日いただきましたけれども本当に美味しかったです。ありごちそうさまでした。いえ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 、でも夜のメニューなんですね通常は。通常はそうですね夜のメニュー ね、なかなかちょっとねお昼にしかお邪魔したことがなくて夜にお邪魔したいなと思いながらなかなかタイミングがなくてね夜はねまたたくさんメニューがありますよね。はい増えますね一気にいろんなもの作るので、メニューにないやつもいろいろ作るので。あそうなんですね楽しみですねそれはね。またねちょっと関東の方のねリスナーさんもいらっしゃるのでもう一度お店の紹介を詳しく教えていただけますでしょうか。あはい西新宿、東京の西新宿なんですけれども、はい、大体今新宿の駅からも、歩いて、来られます。大体歩いて7、8分なんですけれども、はい、お昼はその麺線ですね、台湾のおそうめん、はい、麺線の専門店ということで麺線を中心としたメニューで、はい、お店やってます。で夜は麺線以外にも他のいろんな、先ほど申し上げました大根餅だとか、はい、あと、ソーセージだとか、はい、全部そういうのも手作りでお店で私が作ってるので。ソーセージも手作りなんですね。あそうですね、すべてタレとかも全部自分が作る。そうなんですね。そして料理に合う、もちろんお酒もですよね。お酒もいろいろ揃えてます。特に、
商工種ですね。うちはあの台湾の商工種と、まあ、あと中国のまあ商工種、はい、大体全部で常に10種類ぐらい商工種が、商工種そんなに種類があるんですね。全然知らなかった。あんまりね、そうなんですよ、あの商工種をいっぱい種類をいろんな種類を置いている店って実はそんななくて。そうですよね。なんか大体ね、中華料理店とかに行きますと1種類か2種類ぐらいですよね、せいぜい。そうですね、10種類なんですね。すごいですね。はい、あのすごい、あの実はまたこれ沼の世界で結構ハマると泡盛ぐらいにね、あのいろいろ探求してしまうと、ね、いろいろ種類があるというか味がね、あるということですよね。そうですね。あとはもうそのメニュー、それに合った、食事だとか、それに合った飲み、はい、あの紹興酒とか、そういうペアリングもすごいこれ楽しいので、うん、なんかそういうのも楽しみながら、あの飲み比べとかしてみながら、なんかこうおつまみに合う紹興酒の種類っていうのがあるんですね、やっぱり。ありますね。初めはこれからちょっとあの食べてみてください、飲んでみてください。あの今ですね、あのツイキャスでですね、あの高坊さん、関東の方のリスナーさんなんですけれども、はい、伺いますね、はい、ということで。あ、お待ちしてます。ありがとうございます。紹興酒飲んだことがないそうですので、ぜひね、夜に行っていただけたらと思いますね。はい、ぜひぜひ。はい。はい、あのお電話番号とお問い合わせ先はあれございますか。はい、お店の営業中、特に営業してる時っていうのはあの、はい、なかなかメールとか見られないので、でね、あの電話番号えございます。あの電話番号が東京03-3365-3050、はい、東京03-3365-3050です。東京03-3365-3050番ですね。はい、はい、あと営業時間も教えていただけますでしょうか。はい、営業時間は、はい、お昼ん、はい、お昼が、はい、実曜日から、土曜日の11時半から、午後2時ですね、はい、まで週6回やってます。で、はい、夜の営業が、火曜日から土曜日の18時から夜の10時、はい、18時から22時までの営業になります。はい、はい、ね、申し訳ないですね。今日はあの番組のために少し閉店を早くしていただいたようでありがとうございます。いえいえいえ、恐縮でございます。普段は22時まで営業ということで。はい、そうですね。はい、ですね、火曜日から土曜日ですね。またね、はい、ちょっとたまにですね、こう台湾に行かれて研究されたりする時もありますので、詳しくはなんか SNS か何かで調べていただいた方がよろしいですかね。そうですね、SNS で、はい、この日は休みますっていうのは結構細かくアップをしているので、はい、ぜひそれをちょっと一度ご覧になって、はい、来ていただけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。もう一人ですね、うちの番組にね、もう一人ねいるので、ちょっと申し訳ないですけども、お相手して、はい、いただいてもよろしいでしょうか。はじめまして。はい、はいはい、はじめまして、スベリ王子と言います。あ、どうも、はじめまして、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。もう私のね、喋る時間も今現在ゼロなんですけどもごめんなさい、ね、うん、これちょっと引き延ばしますので引き延ばされた、うん、もうね、本当はね、真面目なこと聞きたいんですけども、はい、一つだけね、お伺いしたいのは、はい、やっぱり歌舞伎町近いじゃないですか。うん、そっち、ね、そうするとやっぱりキャバクラのお姉さんとかね、ガールズバーのお姉さんなんかもやっぱり来店されることが多いんでしょうか。これ意外と面白い、本当面白くてですね、はい、新宿は新宿でも歌舞伎町と西新宿、本当隣合わせなんですね、はい、線路を挟んで反対側なんですけど、うん、見事になんか世界が違うというかですね、だから別の新宿なんじゃないかなってぐらい人の往来がないんですよ、これ。あら、あ、そうなんですね。お店のあたりの新宿ってちょっとイメージが多分と違いますね。多分滑り王子が考えてる新宿とちょっと違うイメージかな。でもね、出勤前にね、こうね、食べに来られてとかね、うん、そんな感じがしたもんですから、はい、うん、ね、たくさんいらっしゃるのかなと思ったんですけど、うん、そう、なんですかね、こうたまに出前で、うん、ご注文いただくこととかあるんですよ。特に最近なんかウーバーとか、はい、そういったデリバリーのサービスもあるので、はい、そういうので、頼まれる方もいらっしゃいますよ。あ、でもいいですね。
ね、皆さんね、そういうのね、本当にね、食べたくなっちゃうと思うんです。僕もね、ちょっとお写真見せていただきましたけども、この、台湾、麺線ですね。ちょっとこれとろみがあるような感じでしょうか。そうですね、うん、とろっとしてて、うん、でこの結構冷めないんです、うん、このあんかけっぽいな感じと思えばよろしいんですかね。またそれとは違いますか。あ、そうです、全体的になんかあんかけの状態になってて、うん、その中に細いそうめんが煮込まれてるって、うんうん、ああいいですね。これもともとちょっと香辛料と言われましたけども、辛い感じですか。いや辛くないです。でそう辛くはないです、うん、でそうすると、うん、私ね、結構辛いのが好きで、でこうスパイシーなものももしかしてちょっとこう足すと、もう一つ大事なことがありましたね。麺線さんあれですね、味変ができるんですよね。あ、そうです、そうです、そうです、ね、そう、辛いのがやっぱり好きな方が多いので、はい、麺線用の辛い調味料があるんですよ。いいですね。なんかこれね、この辛い調味料とちょっとこう酢かけてみたいなっていう風にね、なんか王子思ったんですけど、ちょっとこう酸味もあったらいいかなって、ね、もう元々酸味はあるような感じですか。いえ、うちはあえて入れないんですけれども、うんうん、結構台湾の方はそこにウスターソースをですね、うん、ダバダバと入れるんですね、はいはい、うん、いいですね。なんかそういう風だな、それこそですね、あ、いいですね。もうこ写真ちょっとね見てますけどね、まあそうするともう王子の夢がね膨らんでしまいますね。歌舞伎町のお姉さんを連れてね一緒に行きたいなっていうね。おだまり、それが夢でございますね。で美味しいおだまりね、そうめんいただいて、またチンチン鳴らしてね。でなんかいらんこと言いそうだからさ、いやいや、いやお近くだからもうそういうふうにね、同伴してみたいっていうね、おだまり、そういう夢がございます。おだまり、まあ、大体ね、ぜひ実現していただけたら、はい、誰がついてきてくれるかなっていう、そんな感じでございますけど ね、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。ね、本当に私のね、残り時間本当マイナスだったんです。マイナス、大丈夫ですかね、時間、はい、はい、まだ、はい、大丈夫です。大丈夫、大丈夫よ。例えばね、あなた、うん、台湾行ったことあるんでしょ。あります。だから行った時のお話とかも、だからどうしてそっちの方向くの話が、いやいやいや、もうこのね、ふっと思ったのがね、もうどうしてもね、歌舞伎町の話がまだね、時間があればしたんですよ。臭豆腐の話とかね、ダンサーズが結構ね、好きな臭豆腐をね、あ、ね、なぜこのその話を持ってくる。いやいやいや、なんかね、台湾というとそのイメージがすごい強いんですよ。うん、中道ね、ありますね。佐久間さんのファイナルウェポンですね。佐久間さん、私中道がですね、どうしても一歩が出ないんですよ。あ、ダメな方ですか。なんかもう好きでしょうがないじゃなくて、もう涙が出るんですよ。どちらかと近寄れないタイプですかね。半径100メートル以内に分かるんですよ。それはね、ダンサーさん、そう、あれは50センチまで近寄ると一切匂いしなくなるんですよ。あ、それ麻痺してるから、ね、いやいや、麻痺するあれですよね、草屋と同じ現象ですよね、うん、そうです、そうです、ね、なので匂いはすごいんですけれど、うん、味は意外といけるっていう感じですよね、うん、味は美味しいですよ、匂いしませんから、うんうん、美味しいと思う、うん、ただ美味しいです。食べた人の匂いがまたすごいですよね。吐く息がね、吐く息がね、食べた方によりもね、でもそこはぜひちょっと50センチぐらいまで近づいて大気圏突入していただいて、ね、あ、勇気を持って勇気を持って近寄ってみると平気という、ね、もう涙が止まらないんですよ。こんな話をしている間にもですね、はいはい、ツイキャスでですね、ヤンポーさんがね、インスタとかフェイスブックフォローしましたよとかね、沖縄大好きさんもね、インスタとフェイスブックフォローしましたよということでね、はい、沖縄の方がいろいろありがとうございます。フォローしていただいてますのでね、はい、また詳しくご覧いただければと思います。はい、ね、ぜひぜひ、あ、嬉しい、うん、はい、ありがとうございます。なんとかですね、臭豆腐も克服できたら、うん、台湾の人になれるかもしれないですね、うん、いや、もうぜひぜひトライしてください。美味しいですよ、本当美味しいですから。あ、うんうん、
まあ、まあ食べれる人からするとね、はい、あれなんですけども、食べれないダンサーだとその匂いにあれなのかな、うん、やっぱり。いやでも私も初め嫌いだったし、大嫌いだったんですよ、うんうん、なんか本当に美味しい臭豆腐を食べたら好きになるっていう話を聞きました。台湾の方からですこれ。はい、あ、そうです、そうです、はい、あの臭豆腐って必ずあの一緒にあのピクルスですね、パオツァイっていう、あの、はい、あキャベツの、ね、あの酢漬けと一緒に食べるんですけど、それがそれと一緒に食べるとものすごく美味しいんですね。うん、ものすごく美味しいですよ。他のものは本当美味しいんですけどもどうしてもあの一歩が踏み込めなかったですね。あのあれですね、あの台湾の方がこの納豆を好きになるか嫌いになるかのあの差と一緒ですね。納豆ダメな方多いですね。ですね、うん、あの逆にね、あの台湾の方でも納豆大好きっていう方もいらっしゃいますからね。大好きっていう方と、大嫌いっていう方がもう両極端にいらっしゃいます。そんな感じですかね。あのね、こう多分臭豆腐もそんな感じですよね、きっと。はい、はい、ということで最後なんで臭豆腐の話になっちゃったの、はい、台湾の話しないですねって言われたから、ね、あの、歌舞伎町の話ばっかりするからって、うん、ね、それからもう入っていくのが王子でございますんで、はい、うん、ちょっと、ね、びっくりされたかもしれませんけども、私いつもこんな感じでトークしておりますので今日もね、いい話ができましたよ、佐久間さんと。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、本日はあ、どうぞ。あ、いえ、物もらい、直してください。目薬バチバチさせてますんで。王子滑ってます。滑ってないって、はいはい、ということで、はい、はい、本日は、西新宿で、台湾先麺仙さんを、営んでおります、店主の佐久間翔さんでした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。はい、失礼します。いやー、もう麺仙さんの話聞いてたら麺仙、うん、食べたくなって、食べたくなりますよね。ますよ、うん、ルーローハンも美味しいんですよ、うん、本当に、うん、ね、え、でも一回夜の営業に行ってみたいですね。夜の営業時間にね、お酒を飲みながら、そうそうそう、食べるね、おつまみながら、はい、いいですね。で、あとですね、ちょっとすみません、はい、ツイキャスで、はい、も、元、うん、FM ギロワンスタッフの、はい、ヒロキックスさんも今コメント入れいただいてましたね。おお、うん、ご無沙汰しております。ご無沙汰です。はい、麺仙兄さん、くもじのリスナーさんだったんですね。そうですよ、お店行きますと RBC 流れてますからね。あ、でも RBC だけじゃないですけどね、あの、まあ、どう、あ、 RBC が流れたり台湾のラジオ局も流れたり、いね、いろいろ、はい、まあ、たまには西松になるかもしれないですね。あ、そうですね、はい、ね、あ、そうそうそう、ね、麺仙兄さんこんばんは、また沖縄に麺仙作りに来てくださいねって、やっぱりね、ヒロキックスさん、うん、あれですかね、いただいたんですかね、うん、あの沖縄でね、ねえ、うん、いやー、いいですね、はい、うん、高間さんのね、はい、この王子今の発言退場ですよっていう、それをちょっと教えてもらいたいんだけど、何が退場かな、歌舞伎町の、歌舞伎町が同伴とか言わなかった、そうそう、なんか一緒にとか、お姉さん方と一緒にとか言わんかった、同伴とか言ってたよね、うん、多分それですね。それは普通の話じゃないですか。なんで同伴なの？いやいや、そうじゃないですか、一人で食べに行ったら。別に一人。いや、そのお近くにそういうさ、ね、お綺麗な方がいらっしゃるとさ、うん、一緒に行きたくなるじゃないですか。でも本当に思うんですけど、麺仙さんのお店の新宿と、はい、その王子が考えている新宿は本当にイメージが違うんですよ、うん。違いますね、うんうん。新宿ちょっと違いますね。ビルがあったり、うんうん、あと、まあ、居酒屋さんもあったり、うん、で近くに公園もあったり、うん、っていう感じでしたので、うん、ちょっとなんか静かなところでしたね。ちょっと違いますよ。うん、でもね、ウーバーイーツでもこう注文してね、うん、配達
配達は、まあね、うん、あのウーバーの人がやるんでしょうけど、うん、ね、でそれで味わえるっていうのは羨ましいですね、うん、いいですね、うん、ちょっと東京いいな、うん、そのところ、うん、ね、いいですね、ね、うん、はい、いやもう本当夜もぜひ行ってみたいなと思いながら、私あのこの間明星さんのとこお邪魔した時は、あれですね、地下鉄、いや東京メトロかな、うん、大江戸線だったので、うん、本当その駅からだとすぐでした ね、うん、思ったより、ね、近かったです、うん、歩いて、ね、歩いてね、近かったですね、はい、うん、ということで、はい、ね、はい、うん、カッポイさんが東口と西口では真逆じゃないのって、うん、カッポイさんのが詳しいよ、ね、じゃあそれでもなんかね、あの美味しいお店ってなると、で高坊さんがやっぱり王子は東口ではって、ヤンポーさんがそこから西口行きますよ、言うからだよって、西口あのね、あの王子そこからね東から西口まで連れてきますよ、美味しいねお店があるからって言って、うん、はい、じゃあメールお願いします。はい、ます、岐阜の9人のバーバさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。中華料理といえば昔はとてもご馳走で高級なイメージがありましたが、最近は手軽に中華が食べれるようになりましたね。私は中華料理のお店のチャーハンと小籠包が大好きです。時々食べに行っています。今日はどんな中華のお話が聞けるのか楽しみです、ということでございます。あ、まあ、あの中華の話もさることながら、あの、はい、歌舞伎町の話しちゃいましたからね、おじはね。いや、それも一つですよ。泣けるな、地域のお話ですか。名古屋は栄養コーナー行きますか。はい、行きましょうか。名古屋は栄養コーナーです、はい、今日名古屋と台湾ってなってるけど、どういうこと。あ、ですね、うん、3月なんですけど、今年の3月、はい、なぜこれ名古屋の名古屋台湾のことっていうのは、うん、実はですね、名古屋中部空港っていう空港があるんです。はい、まあ、うん、セントリア、セントリアなんですけど、はい、チャイナエアライン、はい、うん、台北行き増便なんです。おお、うん、増便されるということで、うんうん、はい、名古屋と台湾というふうにしたんです、うん、つまりですね、今、この中部空港、はい、実はインバウンドのご利用されるお客さん、うん、いっぱいいるんです。いっぱいいますね。どうもですね、この中部を起点にして、例えばその岐阜の方とか、はい、高山ですね。そうですね。あとこの中部ですと、まあ、大阪とか京都とか、そうそうそう、名古屋、あ、名古屋じゃない、東京とかも行きやすいですし、特にですね、名古屋駅からですと京都駅まで新幹線で35分なんですよ、うんうん、はい、なのであっという間に出れちゃうんですよね。だからやはり、ね、うんうん、その中部空港がすごい使われてる。で特にその台湾からの便もすごい増えてるんですよね、うんうん、うん、でうか、台湾の方がこう中部空港についてそこからあの日本の観光をしやすいってことですよね、真ん中だから。そうなんです、そうなんです、うん、なのでよく使われてますし、実際にですね、街中歩いてますと本当に台湾なのかなという方が結構いらっしゃいます。あ、うん、でじゃあどうやって 見分けしてるのっていうと、言葉なんですよね、うん、はい、言葉なんですけども、はい、実は台湾の言葉といわゆる北京語と言われる言葉は違うんですね、うんうん、で台湾の言葉とあと中国の福建省があるんですけど、はい、福建省と ほぼ同じ言葉なんですよ。なるほど、はい、で特に台湾の言葉は南に行けば行くほどその台湾語というのが結構顕著に出てるっていう、うん、感じなんですね。で台湾で使われている北京語も実は北京語と言いながらもやっぱりイントネーションは台湾なんですよ。うん、うん、イントネーションは台湾なんですね、というちょっと、うん、感じで聞き分けていますので、うん、結構増えてるなっていう印象なんです、うんうん、なるほど、うん、うんうんうん、ご存知でした。ちなみにその増便されたというお話、いや王子知らなかったですね、やっぱり、うんうんうん、やっぱり、やっぱり、あんつばさんが名古屋より台湾が近い沖縄って、
そうね、沖縄も今 ね、また国際線がちょっと元気になってきましたね、うん、そうそうそう、またね復活してますしね、うん、那覇からと1時間ちょっと、ね、1時間10分早いですよ ね、うん、一回台湾のお友達と那覇で待ち合わせして沖縄旅行したことがありましたね。そう、私台湾の方の台湾の友人がいるんですけど、那覇空港集合でね、はい、沖縄を回ったこともあります、うん、いや本当に台湾も面白いところですし、いや行きたいんですよ台湾、本当、ね、本当行きたいんですよ。行きたいですけどね、うん、本当にね、とにかく食べ物が美味しいですね、美味しいです、うん、とにかく美味しいです。何でしょう、日本人の口に合いますね。合いますね、うん、はい、ということで、ということで、はい、名古屋は栄養、はい、今日は名古屋と台湾のお話でした、はい、キユナ名古屋。ヤスさんからね、うん、こんばんは、また王子レッドカード出されてますね、うん、中華料理ではエビマヨと豆苗炒めが好きです、ということで、ああ、はい、で、あと山中智文税理士です、うん、こんばん、名古屋、名古屋、中華料理はエビチリとチンジャオロースが大好きです、みんな好きなもの、ね、そうだね、みんな大好き、ね、ね、ね、ありがとうございます。なぜかそのレッドカードの意味がわからないんですけどね、王子はね、はいはい、じゃあメールお願いします、うん、はい、ダンさん、サミソさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さんこんばんは、シュークリームです。ほら、大雪警報発令中の関東北部のスキー場から、メールしていました。あらまあ、中国大好き人間からすると最近ブームのガチ中華なんて何を今更って感じで、しかもガチ中華で麻婆豆腐や焼き餃子、チンジャオロースなどを食べている人を見ると別に王将でよくねって感じですえ、自分が麦スカッシュとともに真っ先に注文するのが麦スカッシュって、あ、ビールね、あ、はいはい、クミンなどのスパイスががっつり効いた羊肉の、これはね、ヤンローちゃんというかな、うん、羊肉の串、ヤンローちゃん、羊も肉もね、うん、とニンニクと激辛青唐辛子と花椒がたっぷり入ったじゃがいもの細切り炒め、チャオトドスっていうかな、チャオトドスです。てかこの2品がないガチ中華には行きません。結構通ですよね、結構ね、うん、なかなかそんなにある、うん、なかなかどこの店にもある感じじゃないメニューじゃないですか、王子中華料理もいいですが、メイドインチャイナの女子もいいですよ、あーいいよね、いいよね、うん、やっぱりそっちの方に持ってくわね、これ、うちのスキー場にはモデルか女優のような可愛いインターンがいますよ。王子もちょっとそこで、一緒に参加してもよろしいかなっていう気がしますけど。それセクハラです。またこれね、ヤスさんのポン出しがバッチリ合いました。はい、これで最後の一言がいいんですよね。はい、中国人ローカルが集う町外れの小汚い屋台のヤンローちゃん、さっきのあれですね、羊肉の串ですね、うん、は最高にうまいですよ。ああ。美味しいでしょうね、そりゃそうでしょうね、美味しいですね、これなんかこう写真も来てるんですけど、うん、あ、カラーである、うん、カラーであって、これ見えるかな、で、あとね、この、メニューもあるんですけど、何が書いてるか全然わからないっていう、うん、あ、日本語のメニューがないのかな、ないんですね、これなるほど、うん、こういう感じでですね、皆さんちょっと見えるかな、串も美味しそうですよ、メニューはさすがに見えないと思った。あ、見えない。はい、はい、うん、ありがとうございます。美味しそうですね、うん、はい、では名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそさん、王子、こんばん、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。
メッセージテーマ中華料理。中華料理美味しいですよね。肉まん、ラーメン、麻婆豆腐、シューマイ、エビチリ、チャーハン、小籠包などなど、僕はどれも好きですが餃子大好きです。焼いても美味しいですし、水餃子にしても美味しいので餃子は好きですということです。はいはい、ありがとうございます。餃子いいですね。例えば餃子で思い出したけども、はい、ツイキャスで、あれだ、誰でしたっけ、あのなんかあの冷蔵庫にいっぱいだってこうやって、はい、冷凍庫にいっぱいとか書いてあったけど、おパパ屋さんだったかな。ああ、そうそう、ちなみに今福袋の量を見誤ったせいで冷凍庫に餃子がたくさん詰まってます。え、あら、あのそのストックされてます。あ、福袋がにたくさん入ってたってことね。うん、ちょっとその福袋が気になりますけどね。そうですね、これ餃子パーティーですね。あ、餃子パーティーですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。年を重ねると食べ放題もいいのですが、美味しいものを少しずつ食べるのがいいなと思ったりします。何年か前に結婚記念日に中華街の老舗で1人1万円ぐらいのコース料理をいただきましたが、雰囲気もよくとても美味しく、たまにはいいなと思いましたね。その後なかなか行っていませんが、久しぶりに行ってみたいと思っています、ということでございます。そうですね、ちょっとこう、まあ、こういう記念日とかはね、あの奮発してね、ちょっとあの、おしゃれないい、中華料理屋さんもいいかもしれませんね。はい、いいですね。はい、はい、ありがとうございます。ございます。王子、味噌さん、ダンサーズさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ラム酒の仕込みが始まり、疲れ果ててるあんつばです。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、テーマ中華料理。20代の時にチャーハン作りにハマったんですね。いかに米のパラパラ感としっとり感を両立して作るか、うん、卵と米のマリアージュを求めて週4でまずは卵チャーハンを作り、地元にはなかったので本島に行った時に鉄の中華鍋とお玉を買ってきて作ってました。おお、本格的。その時に見てた漫画が中華一番で、その漫画で見たあんかけチャーハンにハマり作ってましたが、数年後にあんかけチャーハンが流行ってるとテレビで見たときは、俺は前から作ってるけどねとドヤ顔で見てましたっていうことです。なんかあの、うん、名古屋の某居酒屋さんによく仲に来てますね。名古屋の、ね、居酒屋さんも、ね、はい、チャーハンおじさん、チャーハンおじさんね、えでもそ中華鍋よね、美味しいんですよ、アイローさんとこのチャーハン、うんうん、名前ちゃってるやん。いやいや本当に美味しいんですよ。美味しいですよ、あの、ね、ぜひあの名護に行かれた時はね、はい、酒どころ名護も、ね、おすすめですよ。はい、はい、だから中華鍋をさ、こう買ってね、この中華鍋を振る、うん、そのあれが難しいですよね、チャーハンをさ、こう混ぜる時のね、あれね、うん、あれのねって結構大変ですよね、うんうん、それが上手くできるんでしょうね。はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、高尾さんからです。はい、ありがとうございます。私の一生で一度の夢は満漢全席を食べること。これを知ってる人は少ないでしょうね。再現困難な清朝時代の宮廷料理なんです。料理人もレシピがないから再現も清朝にならざるを得ないということです。あの、実はですね、このタイミングでギネスさんが、うん、はい、王子のお金で満漢全席食べたいって、あのこれ今あの高橋さん教えてくれましたけど、うん、あの再現するのが難しいのであのそれはもうギネスさんどこでも食べれません。王子のお金で食べたいと子供銀行だからダメだって。おだまりそんなギネスさんはね、某ラーメン屋でセットでチャーハン頼んだらチャーハンではなく炊き込みご飯が出てきた。べちゃっとしちゃったのかな。のかな、ね、あとですね、あの、はい、高橋さん、中華料理とかけまして、はい、プレイボーイと解く、その心はどちらも交際が豊富でしょう。ああ、そういう意味ね。はい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 、はい、うん、これなかなかあのひねりましたよね。うん、あの、うん、王子答え聞くまでわからなかった。うん、王子滑ってます。いや、王子は滑ってないって。これ滑ってないの？ね、うん、滑ってないよ、ね、はい、ということでちょっと、はい、もう一つあったんですけど、来週ご紹介いたします。はい、はい、じゃあ、ということでエンディングです。
来週のテーマは掃除。来週のテーマは掃除です。こだわりの掃除道具、掃除は嫌いなど掃除エピソードをお送りください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日も王子いい話したでしょ。どうなんだろう。はい、閉店。ガラガラ。はい、本日もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとね、ツイキャスが今日ね、ちょっとあんまりご紹介できなくて申し訳ありませんでした。ね、またあの、はい、ちゃんと目を通してますのでね。うん、はい、そうだね。はい。はい、またね、ありがとうございます。お聞きくださればと思います。はい。うん、あの、最近あの王子がガラガラ言えなくてごめんね。ちょっと私が言っちゃうかな。あの、キュウリのバーバーさん、ご飯作りながら聞いてますということで、はい、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。また来週です。はい、来週もまた聞いてください。